どうも、愛知です。ちょっといつもと違う部屋で失礼します。自分の部屋がですね、今仕事部屋が、片付け中で、カオスなんです。ほんと。撮影ができる状況じゃなくてね、ちょっと違う部屋で今撮ってるんですけど、夏休み入る直前、今日17、7月17に撮ってますけど、おそらく受験生にとっては一番気が休まる時です。学校はまだあると思うんですけど、夏期講習始まってないですし、学校のテスト終わってますし、一番緩めますよね。夏休みどうしようかなっつって。まあもちろん勉強になるとは分かってるんだけど、まあ楽しいね、ことも待ってるだろうし。で、あとは7月の、まあ夏休み1週目、20日から31日あたりまでも、割と8月がまだあるしってことで気は休まります。うん、結構ゆったり過ごせるとこなんですね。で、まあ夏休み入るにあたって、今回まあ2つちょっと伝えたいことがあります。まあこれは相談メールとか、質問とかその辺からまあ思ったことではあるんですけど、まず1個目です。さっき話したように、今のこの週、この1週間と7月のまあ最終週あたりっていうのは、気が緩みます。ない。で、まあもちろん8月があるんでっていうのが気持ち的にわかるから、7月ゆっくりしてもいいよと言いたいとこではあるんですけど、もし今志望校に対してかなりまあ足りてない方、まあ A 判定取れ、まあ A 判取れてれば別にいいんですけど、まあ C 判とか D 判、E 判の方なんかにしてみたら、当然休んでる暇はないです。考え方なんですけど、もちろん一般的には、気が緩みます。夏期講習とか行ってるとしても、もちろん夏期講習参加したら成績が絶対伸びるなんてことはありえないので、その参加するにあたってどんな心持ちで行くのか、絶対上げてやるんだって、その気持ちで参加しなければ上がりません、成績は。夏期講習行ってもね。だから、その、一般的には、その気が緩んでる人が、受験生が多くなってる時期、どう考えるって。みんなと一緒に気が緩むのか、逆に周りが気が緩んでんだったら、差を縮めるチャンスなんじゃねえのって考えるか。それは大事なとこだと思います。自分も完全に後者です。周りが、そうやってない時期だったら、お、チャンスじゃん、これ。って。抜けるチャンスだし、さっき言ったように差を縮めるチャンスでもあるので、そこをちょっとね、捉え方を一個考えてほしい。まあみんなの状況によるとは思うんですけど、まあそういう捉え方もあるので、ぜひここだよ。8月入ったらみんな頑張るからね。そうだよ。さあ縮めにくくなってしまうから、ぜひちょっと考え方をスイッチをね変えてもらって、よし今チャンスやるべっつってやってもらえたら嬉しいなと思います。でもう一個はですねごめん、もう一個はですね、その勉強法とか、いろんなまあ質問ですよね。こう休憩の仕方とかいろんな質問が今来てると。で、意図的にちょっと今撮ってないんですよ。で、撮ってない理由はですね、7月の20日にクイズノックさん、わかる、知ってる方いると思いますけど、クイズノックさんの伊沢さんですね。東大王に、もうテレビにも出てる伊沢さんとのコラボ動画、対談の動画があったりと投稿されます。今編集中なんですけど。で、そこでですね、まあ、だいたい16分ぐらい、がっつりね、一緒に勉強の話をした動画になるんですが、伊沢さんにかなりいろんなことをね、喋っていただいてて、それと被っちゃうんですよ。みんなから質問もらってることに対して今答えてくれてる伊沢さんが。で、結構、まあ、ちょっと生意気な言い方になるんですけど、伊沢さんと自分のその勉強法とか勉強の考え方はすごく似てると思います。だから、今まで自分が喋ってきたことと伊沢さんが喋ってくれたことが結構、まあ、似てたり被ったりすることが多いんですね。で、今自分がそれをこう取ってしまうと、まあ、みんなに見てもらった場合、伊沢さんの喋ってもらったのを見てもらうと、最近それ聞いたなってなっちゃうんだよね。それがすごく嫌なんです、俺。そう。伊沢さんのをそういう気持ちで見てほしくない。そうなってほしくない。せっかくコラボさせていただいたし、いっぱい話していただいたので、本当にいい話をいっぱいしてくれたの。だから、伊沢さんのが今投稿されてから、その辺また撮っていこうと思います。で、まず、そのね、ただ今回、その伊沢さんのコラボの中で喋ってないことで、しかもみんなに伝えたいことはですね、その勉強法とか、いろんな方法がありますよね。で、できれば、その勉強法とか、まあ、質問してくる子の気持ちっていうのは失敗したくないんですよ。どうせやるんだったら、効果的なもの、効果がいっぱい得られるもの、成績が上がるものをしたいじゃないですか。で、当然気持ち的にはわかるんですけど、ただ、勉強法に関しては、もう、これっていう答えはないんですよ。絶対これがいいってベストはないの。逆に言うと、これはやっちゃダメだよっていうことは結構はっきりしてたりする。もちろん、それも絶対ではないと思うんだけど、例えば自分だったら友達同士で勉強するのやめなって思ってる人なのね。それを、いや、いいっていう人もいるわけなんで、それ一概には言えないんですけど、これはやんない方がいいよってのは言える。でも、これをやんなって、これがベストだよってのは言いにくい。なぜかっていうと、人によって合う合わないがあるし、勉強法っていうのはやってみなければ、それが成功だったのか失敗だったのかがわからないんだよね。だから、ひとまず自分で決めるしかない。俺が喋った勉強法でも他のね、まあ YouTube なのかネット情報かわかんないけど、そこから得た勉強法どれでも構わないと思う。
自分がこれでやりてえなと、これを信じてみようって思う。まあ、それは勉強法でも参考書でも何でもそう。それはまず自分で選ばなきゃいけない。で、選んだからにはそこにもう真摯に向き合って一生懸命やってみる。一生懸命やらなければ成果は出ないから。そう。で、一生懸命やった結果、それが2、3日とかじゃダメだよ。ひとまずまあ1週間とか10日とかやってみて、あれ合う合わねえがそこで分かってくる。ちょっと違うな、みたいなのも分かってくるので、ひとまずは自分で選ぶっていうのをやってください。もちろんね、まあ、さっきも言ったように、できれば伝えたいんだよ。これがいいって自分で思ってるものはあるけど、でもそれは今までいっぱい喋ってきたし。で、その、俺が喋った勉強法とか、俺が喋ったやり方っていうのが合う合わないはみんなに合うからさ。そう。だから、全然強制はしないので、選択肢の一つとして思っといてください。で、ちょっとこれは厳しい言い方にはなるんですけど、自分で選びます。勉強法も参考書もいろんなものを選ぶ。選んだからには誰のせいにもできないです。もう自分で選んだんだったら自分がそこに責任を持つしかないの。でも自分で責任を持つ、そこまでの自覚があるから改善していこうって意識が生まれる。人のせいにしようと思ってるうちは改善しようなんて思わないから、自分の力で何とかしようって、その何とかしようっていう創意工夫していくことが自分の勉強法。人からアドバイスとかヒントをもらったけど、作り上げるのは自分の勉強法だから、そこの近道になっていくので、まずはいろんな情報から一つを選ぶ、一つじゃないね、何かを選ぶと、選んでそれをまあ一生懸命やってみる。やっていく中でちょっと違うなとかも、全然違えばまた選び直せばいいし、ちょっと違うなって言ったら軌道修正したり、内容ちょっと変えてみたり、工夫して自分流の勉強法が近づいてきますので、ぜひこれをもう夏休み入ってからとか8月からとかじゃない、もう今からやっていこう。早くやった方が絶対早く見つかるの。早く勉強法を見つけた方が絶対成績は上がっていくから。そう、自分に合うものになるからね。なので、まあ最初のね、話には繋がっちゃうんですけど、気を抜きたい時です。抜きたい時だから、ガツガツもやりまくれば勉強やれよ、これみたいな。そこまで言わないけど、ただ、ちょっとスイッチを切り替えてもらって、やるときはやろうと。いうふうに、ぜひね、今からやってもらえたらと思います。